皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。宮城の部屋は結果的に当面閉鎖となりました。所属していた力士などは全員伊勢ヶ浜部屋に転籍となり、力士最大5人が引退の方向ということになったようです。日本相撲協会は2024年3月28日、都内で理事会を開きました。元幕内、北青鵬の暴力問題が起きた宮城の部屋を当面閉鎖とし、宮城の親方、元横綱、白鵬や所属力士ら全員が伊勢ヶ浜部屋に転籍すると発表しました。期間は設けていませんが、場所ごとに協会と一門で状況を確認するなど、閉鎖解除も含ませた格好です。史上1位、45度の優勝を誇った大横綱は部屋付き親方として再出発することになりますが、転籍を機に引退する弟子は最大で5人に膨らむことが分かりました。春場所中に調整を進めてきた伊勢ヶ浜一門と協会執行部は、前日までに宮城の部屋を伊勢ヶ浜部屋に全員転籍させることを決めました。この日の理事会で浅香山理事が経緯を報告し承認されたそうです。宮城の部屋は無期限の閉鎖となりますが、毎場所、同理事と伊勢ヶ浜親方が協会に状況を報告し、閉鎖解除すべきか審議するといいます。佐渡ヶ岳広報部長は部屋消滅でないと明言した上で、制裁を加えているわけではない。宮城の親方は、しっかり頑張ってもらい、力士がいい環境で稽古できるように立派な師匠になってほしいと話しました。一門は当初、師匠と弟子を別の部屋に転籍させる案を提出したのですが、協会は却下しました。転籍先に大島、浅香山部屋などが候補に上がったのですが、一本化できず、最終的に伊勢ヶ浜部屋でまとまったといいます。理事会では出席者から二横綱を育てた伊勢ヶ浜親方の指導力に期待する声が寄せられたといいます。伊勢ヶ浜部屋は横綱正の富士や春場所で100当年ぶり新入幕優勝の武富士ら関取6人を含む20人が所属しています。十両伯桜鵬ら20人程度の力士を加え、各界一の勢力となります。一方で大横綱白鵬に憧れ、その指導の下で強くなりたいと夢見てきた力士も多いと思われます。外出禁止など行動を制限された春場所中も複雑な思いを断ち切り土俵に上がり続けましたが、関係者によれば転籍を機に引退する宮城の部屋の力士は最大で5人に膨らむ見通しだとしています。宮城の部屋の力士としての誇りを持つ弟子のためにも、宮城の親方は師匠として成長することを求められていることでしょう。そんな中、宮城の部屋の閉鎖で宙に浮く16億円相当の一等地について注目が集まっています。東京日本橋の新部屋建設計画の行方はどうなるのでしょうか。宮城の親方は昨年12月19日、東京中央区日本橋の一等地に新たに部屋を建設するための土地を購入していました。敷地は480平方メートル余り。地元不動産会社は、あの辺りは一坪700万円ほどでしたが、利便性があり、昨今の物価高で地価は高騰傾向と説明しています。16億円を極度額とした根底当権が設定され、同程度の価値があるといいます。現在、宮城の部屋は東京・墨田区東駒系にある旧東館部屋を仮住まいの部屋としています。早ければ年内にも新部屋を建設、引っ越しする計画は立ち消えとなりました。現在、新部屋の建設予定地は駐車場となっています。すでに近隣住民の間では、宮城の部屋の建設予定地ということは広く知られている様子です。ある住民は比較的近場に嵐尾部屋もあり、最近は近所の神社への参拝客も多いエリア。盛り上がってくれればと思っていたけど、あの問題でどうなるか、と、一時の歓迎ムードが消沈気味だと話していました。幻の宮城の部屋となるのか、数年後晴れて新部屋となるのか注目されています。白鵬こと宮城の親方を日本相撲界に導いた恩人として旭秀山がいます。元小結旭秀山ことだばバトバヤル氏、相撲協会に白鵬をいじめすぎとの声を上げています。春場所で武富士が110年ぶりに新入幕優勝を果たしました。各界が明るい話題で湧く一方、宮城の部屋の処遇については未だ先が見えず、心を痛めているファンも多いといいます。
一定の方向性も決まりましたが、自身の部屋で出発できないことに変わりはありません。そんな中、モンゴル出身者で初めて関取となった元小結び旭秀山ことだばバトバヤル氏が日本相撲協会への怒りをぶちまけました。モンゴル出身者で初めての関取となった元小結び旭秀山、2006年の引退後は日本の相撲界には残らず母国に帰り、建設や貿易などを手掛ける実業家へと転身しました。また2008年からはモンゴルの国会議員を1期4年間務め、大統領補佐官も経験しています。現在は企業経営に勤しむ傍ら、モンゴル相撲協会の会長を務めているといいます。旭秀山は大相撲における現在のモンゴル力士隆盛の礎を築いた第一人者です。入幕以降、各相撲部屋との間を取り持ち、大勢のモンゴル人を入門させてきました。元横綱白鵬こと宮城の親方との関係はつとに知られています。15歳で来日した宮城の親方はその頃まだ体が出来上がっておらず、どこの相撲部屋からも声がかかりませんでした。そこで旭秀山が元幕内竹葉山こと仙台の宮城の親方に口を聞き、なんとか入門にこぎつけさせたという経緯があります。いわば宮城の親方にとって旭秀山は日本の相撲界に足を踏み入れるきっかけを作ってくれた恩人です。今でも宮城の親方が旭秀山を兄貴と呼んではばからないのはそのためでしょう。そして今の宮城の親方を取り巻く状況について旭秀山に聞くと、次のように述べました。僕が最も問題だと思っているのは、日本相撲協会が白鵬をいじめすぎだということです、と語ります。現在宮城の親方は弟子だった元幕内北青鵬の暴力を止められず、監督責任や日本相撲協会への報告義務を怠ったとがで各界から追放されそうな勢いでした。結果的には転籍となりましたが、一時期は本当に辞める一歩手前まで迫っていたと思われます。2月に公表された処分は、委員から平野俊織へと2階級降格させられる極めて重い内容でした。さらにこの4月から宮城の部屋は所属する伊勢ヶ浜一門の預かりとなってしまいます。これまでも各界では若い衆がどつかれたとか、暴力が隠蔽されたとか、そんなことは数えきれないほど繰り返されてきました。でもそれだけで部屋を取り上げられるまで追い込まれた親方はいないでしょう。この度の白鵬に対する仕打ちは厳しすぎると述べています。北青鵬の暴力は公表されている内容よりもひどかったと言われており、宮城の親方に弁解の余地はありません。しかし日本相撲協会がかつての貴乃花や現在の宮城の親方などの気に入らない敵を排除してきた過去があります。その一方、お仲間には甘い対応を繰り返しているのも事実で、今回そこはあまりクローズアップされませんでしたが話題にはなりました。そういったことを抜きにしても、あまりにも厳しすぎるという論調がありました。例えば昨年道の区部屋でも暴力隠蔽問題が発覚しました。しかし協会ナンバー2の事業部長だった元大関霧島こと道の区親方の処分は単なる報酬減額にとどまっています。今回の大阪場所が始まって2、3日目に旭秀山はモンゴルから宮城の親方に電話をかけています。モンゴルのメディアでも宮城の部屋が消滅しそうな状況について、日本人が白鵬をいじめすぎだと問題になっています。そんな中で僕のところにある記者が取材に来た、だったら直接聞いてみるよと白鵬本人に電話しました、と述べています。すると宮城の親方は 1、2分の短い時間でこのように語ったといいます。本人は落ち込んだ声でしたが、僕の責任ですから一生懸命頑張ります、兄貴と言ったそうです。そしてここはこらえたのか立派だったのか、日本相撲協会や他の親方衆への文句は一切なかったそうです。旭秀山は男だなって思いましたよ、と述べています。この当時旭秀山は宮城の親方の処遇次第では日本の文部科学省に厳重な抗議を行う予定だったそうです。しかしこの当時は相変わらずの恣意的な処遇やエコひいきが続いていくのかということが一部では問題になっていました。さて審判が下された大相撲宮城の部屋の所属力士が28日、匿名を条件に取材に応じたそうです。
一体何を語ったのでしょうか。改めて日本相撲協会は元幕内北青鵬の暴力問題が起きた宮城の部屋を4月から伊勢ヶ浜部屋が預かることを発表しました。この日春場所を終えた力士約10人が都内の同部屋に戻りました。宮城の親方は部屋に姿を見せませんでした。取材に力士は宮城の部屋の金看板が寂しくて泣いていると無念の表情を浮かべていました。伊勢ヶ浜部屋への転籍については昨日の段階で概要が分かったからみんな対面で集まって親方から発表された、正式な報告は今日と説明していました。同力士は受け入れてくれた伊勢ヶ浜部屋には感謝している、だけどやっぱり厳しいなとは思う、言いたいことはいっぱいあるけど協会で決まったことだから受け入れてみんなで同じ方向を向いていくのが一番の近道だと思うと複雑な心境を明かしていました。いかがだったでしょうか。今回は宮城の親方の行く末を見てきました。宮城の親方は北青鵬が後輩力士に複数回にわたって暴行していた事実を知りながら協会への報告を怠ったことが認定されています。しかしみんな例外なく親方のことは尊敬しているし大好き、親方に憧れてみんな入門しているから、慕っていなかったらこんなに弟子はいないし、いい部屋だと思うと師匠への変わらぬ思いを語っています。一見暴行を働いた力士を止めなかった師匠に対して恨みやつらみがあるのかと思いきや、取材に応じた力士にはそういった感情はないようです。春場所の番付で伊勢ヶ浜部屋には横綱正の富士や新入幕優勝の武尊富士ら20人が所属しています。宮城の部屋にも十両伯桜鵬ら20人の力士が在籍しています。大所帯となる新たな生活へこちらも向こうも不安でいっぱいだと思う、受け入れる側には本当に感謝している、お互いに迷惑かけないように共存しながらやっていくのが一番だと思うと話していました。前途多難ではありますが、力士には自身の相撲に、師匠の宮城の親方には復興できるように頑張ってほしいところです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。